君、え、オールマイトの授業はどんな感じですか？筋骨隆々です。最高峰の教育機関に自分は在籍しているという事実をことさら意識させられますね。オールマイトについてって、あれ、君、ヘドラの時のやめろって小汚な、何ですか、あなたは。彼は今日非番です。ちょっと、少しでいいのでオールマイトに。オールマイトが UA の教師に就任したってニュースは全国を驚かせ、誰もがそのことを知っている。そう、誰もが。爆豪、お前もガキみてえな真似するな。で、緑屋は個性の制御、いつまでもできないから仕方ないじゃ通させねえぞ。それさえクリアすればやれることは多い。急で悪いが、今日は君らに学級委員長を決めてもらう。静粛にしたまえ。他を牽引する責任重大な仕事だぞ。でそびえ立ってるじゃねえか。誰が。まあおめえに入れるよかわかるけどな。じゃあ委員長は緑屋、副委員長は八百万だ。マジでか。お米がうまい。いざ委員長やるとなると務まるか不安だよ。俺と違って実技入試の構造に気づいていた上手の緑谷君が就任するのが正しい。警報。何何。さすが最高峰、危機への対応が迅速だ。俺は報道陣じゃないか。オールマイト出してくださいよ。ぶっ飛ばしていいかな。やめろマイク、あることないこと書かれるぞ。エンジンブースト。短く端的に。皆さん大丈夫。ただのマスコミです。ここは UA、 最高峰の人間にふさわしい行動を取りましょう。グッバイバッドマスコミュニケーション。委員長はやっぱり飯田天也君がいいと思います。僕は飯田君がやるのが正しいと思うよ。時間がもったいない。何でもいいから早く進まろ。私の立場は。そそのかした者がいるね。横島な者が入り込んだか。ミズーリースマッシュ。緑谷少年にワン・フォー・オールを渡した後、私の力は衰えつつある。幸い爆豪少年もザレ事と受け取ったようだし、今回は多めに見るが、この力を持つという責任をしっかり自覚してくれ。この秘密は社会の混乱を防ぐためでもあり、君のためでもあるんだ。今日のヒーロー基礎学だが、俺とオールマイト、そしてもう一人の3人体制で見ることになった。災害水難なんでもござれ、レスキュー訓練だ。レスキュー。訓練場は少し離れた場所にあるから、バスに乗っていく。最高のヒーローに近づくための訓練、頑張るぞ。くそ、こういうタイプだったか。意味なかったな、緑谷ちゃん。あ、はい、アスイさん。あなたの個性、オールマイトに似てる。え、そうかな。しかし増強型のシンプルな個性はいいな。派手でできることが多い。僕のネビルレーザーは派手さも強さもプロ並み。でもお腹壊しちゃうのは良くないね。爆豪ちゃんはキレてばっかだから人気でなさそう。すでにクソを下水で煮込んだような性格と認識されてるってすげえや。ガッちゃんがいじられてる。信じられない光景だ。すっげえ、 USA かよ。あらゆる事故や災害を想定し、僕が作った演習場です。13号オールマイトはここで待ち合わせるはずだが、通勤時に制限ギリギリまで活動してしまったみたいで。終わりがけに少しだけなら顔出せるから。ひと塊になって動くな。命を救える訓練の時間に僕らの前に現れた。先日いただいた教師側のカリキュラムではオールマイトがここにいるはずなのですが。子供を殺せば来るのかな。それは途方もない悪意。これは何らかの目的があって
用意周到に画策された奇襲だ。何を？その上ゴーグルで目を隠されていては誰の個性を消しているのかわからない。すごい。はじめまして。我々はヴィラン連合、平和の象徴、オールマイトに息絶えていただきたいと思ってのことでして。生徒といえど、優秀な金の卵、あなたたちを散らして、殴り殺す。ワープ、あいつの個性か。ミドリアちゃん、いろ。サイヤマン。ありがとう、アスイさん。の野郎、殺してやる。今、理由なんて知るか。子供一人に情けねえな。私がいる。なんでいっちゃ。先生は話し始めると長い。くそ、物理攻撃無効でワープって最悪の個性だぜ。おい、ブレックホール。下の連中、明らかに水中戦を想定してるよね。無視かよ。ヴィランたちに僕らの個性は分かってないんじゃない。ゲロ、確かに僕らの個性が分からないからこそ、きっとバラバラにして数で攻め落とすって作戦にしたんだよ。でもそれは向こうも決してこちらを舐めていないってことだけど。私は跳躍と壁に貼り付けるのと舌を伸ばせるわ。最長で20メートルほど。僕は超パワーだけど、使った先からバッキバキになる。船が沈むまで1分もかからねえ。敵が勝利を確信した時が大きなチャンス。あんなピーピーはめいて、やっぱガキだ。いいねー、やっぱガキだ。ミネタちゃん、てらうよ。せなー、キロー、おいらだって。水面に強い衝撃を与えたら広がってどけ。すごいわ、二人とも。What would I do without you, my life? You blew my mind, you stole my eyes. I don't wanna leave, please keep me on your side. Oh, yeah. You showed me a new path when I was going down. You gave me your light, now I'm going to hide.I don't wanna leave, I won't give up on you. On you. Love me now, love me now. It's flying so high, so love me now. Love me now, love me now. It's flying so high, so love me now. Love me now, love me now. It's flying so high, so. 中断されねえ程度にぶっ飛ばしたら。なんだこいつ。僕は頑張れって感じのデクだ。家が近所だったってことで、僕とかっちゃんは幼馴染だ。何でもやればできてしまうタイプで、ガキ大将の乱暴者けれど、個性が発現してからはそれが悪い方向へ加速した。どうなってる。黙って守備してろ。ウララクさん、行って。証明の。もともと、とっさの判断には優れていた。じゃあ優れていた。待てこれ、デク。作戦立てなきゃ。
なんかすっげーイラついてる。怖っ。うららかさんはガムシで僕を狙い撃ち。やっぱりだ。核と飯田君を見つけ次第僕も向かって2対1。これが勝ち筋。手のひらにさえ気をつければいける。なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。おお、すっげー。いいな。俺がすげーんだ。いいな、赤ちゃん。個性かっこいいもんな。おい、知ってる？デクって個性がないんだって。気にすることないわよ、イズクくん。大丈夫だったんだ。大丈夫？立てる？俺が、俺の方が上だ。あとは連絡して、デクくんが来るまで見つかんないように。これもいいだけの名に恥じぬ立派な人間となるための試練。なりきれ。俺は至極悪いぞ。君が一人で来ることは爆豪君が飛び出した時点で分かっていた。これで君の小細工はできない。飯田君に見つかっちゃった。ごめん。俺は今じりじりと。なんで個性を使わねえ。使わなくても勝てるってか。もう君を怖がるもんか。すげえ。全力のてめえをねじ伏せる。チャンス。状況を説明してくれ。核の回収で私たちの勝ち。回収条件は本体にタッチすること、このまま時間いっぱい粘らせてもらうぜ。当ててねえんだからまだ動けるだろ。来いよ。うららかさん、状況は。テクか。窓際の柱に邪魔だ。そこ。てめえの大好きな右のアームリンチだよ。これテープ巻きつければ捕らえたことになるのに。戦闘能力において爆豪は間違いなくヤバそうだった。これ先生、双方中心行くぞ。ナラクさん。はい。スマッシュ水星ホームラン。回収。そういう鼻からてめえ、やっぱ舐めてんじゃねえか。使わない、使えないから。これしか思いつかなかった。ヒーローチーム、まあつっても今戦のベストは飯田少年だけどな。それは飯田さんが一番状況設定に順応していたからです。戦闘を見た限り支援丸出しの独断。うららかさんは中盤の気の緩み。ヒーローチームの勝ちは訓練だという甘えから生じた。まあ正解だよ。今の好評をよく考えて訓練に挑むように。はい。外出てろ、危ねえから。この個性は(笑)ヒーローチーム、レベルが違いすぎた。さすが推薦入学者ね。よし、全員集まって2回戦の公表。お疲れさん。緑谷少年以外は大きな怪我もなし。それじゃあ私は緑谷少年に公表を聞かせねば。着替えて教室に。爆豪少年、自尊心の塊、膨れ切った心ほど脆いもの。申し訳ございません、リカバリーガール。私に謝ってどうするの。力を渡したマナ弟子だからって甘やかすんじゃないよ。あまり大きな声でワン・フォー・オールのことを話すのはどうか。私のこの姿と怪我の件は遊泳の教師や一部のプロには周知の事実。そんなに大事かね、ナチュラルボーンヒーロー、平和の象徴ってのは。
いうこと。目が覚めたかい？明日も来るんだよ、いいね。お疲れ。いやー、何喋ってっか分かんなかったけど熱かったぜ、おめえ。あれ、テク君、怪我直してもらえなかったの？いや、これは僕の体力のあれで。ずいぶんと派手な個性じゃねえか。ガッチャン、ガッチャン、これだけは君には言わなきゃいけないと思って。僕の個性は人から授かったものなんだ。でもコミックみたいな話だけど、本当で使わず君に勝とうとした。だからこの個性をちゃんと自分のものにして、僕の力で君を超えるよ。これ以上コケにしてどうするつもりだ。今日俺はてめえに負けた。屋内での大規模攻撃は愚策。くそ、こっからだ。俺はこっから。俺に勝つなんて二度とねえからな。くせえ、いたー。バク、そう、少年、君は間違いなくプロになれる能力を持っている。言われなくても俺はあんたをも超えるヒーローになる。立ち直ってた。男の因縁ってやつです。緑谷ちゃんが一方的に言い訳してたように見えたけど。